段を打った。こっちは6段、こっちは7段。トンボ。下じゃん。あ、そうね。水減ったけん。長靴脱ぐ。
反対側かよ。そこは片側なかろう。いや、片側。片側。これまだ横方が、まだカチンカチンやん。ほら、そこに行く、先に行くわ。ほら、前後にこう押せんのか。いや、違う。すずさん。逆が良かった、逆が。いや、分かってるよ。逆が削るって。あんまりどうか、ちょこっとな良かったと思ったけど、ぼっとな。あ？もうトラクターで何かで誘導しとって。タイヤでずーっとこうなってきて。あとこっちはよ、こっちはやられた。今日、今日しか本当か。あ、わからん。もう今日一日足んなかおっけんがっていうだけ。あ、そうっけ。もう昨日から来とらんもん。いや、俺もほら夜遅かったけ。昨日。おば、今日からあたあとこ行きよっと。いや、もうだよ。20日。の積み込みまではこっちの仕事で、23から岡山です。向こうの会社で、21日に福岡にトラック来たもん。駐車場借りた。まあ、このまま契約しに行っちゃおうね。場所が消えた。ああ。そこにやれてや。うん、そんな辺さや。いや、もう社長、それ分かっちゃうもん、大体。大体、他の人も家継ぐって言って、今、走るって言って分かっちゃうもん。これ、兄さんから。家入って言ってから、結局、あいもう別のとこ行くよって言って。大体、別のとこ行くって分かっちゃうし。それで、なんか走ってきたって、別にこっち悪いことしたわけじゃないんや。逆にこっちの方が強かった。もうちょっと、岸取っとくわ、岸は。こっちや。うん、